皆さん、こんばんは。東京都医師会の尾崎でございます。なぜ東京都のやつがここにいるのかと言われるかもしれませんが、私は隣の東久留米市で診療所をやっております。そして東久留米の医師会の私が会長の頃に、西東京市の医師会とはですね、ずっとこれまで仲良くお付き合いをさせていただきます。佐志田会長とはですね、しょっちゅう飲み歩いている中ですが、もちろん今は行ってませんよ、自粛期間ですから。それから丸山市長さんはやはり私と一緒にドクターなんですね。それで東京都の方で副証言局というところで重責を担ってきた方で、私も大変お世話になってきた兄貴分のような方です。そのもとでですね、長い間タッグを組んで副市長としてやってこられた池澤さんが今回立候補されているということで、もっと早く来たかったんですが、私もちょっと忙しいので今日になってしまいましたけれども、応援に参りました。皆さんのお金で今感染者は減ってきています。今日は639人でした。この減り方でいけば緊急宣言事態がですね、宣言が終わる3月7日の頃には100人台になることも夢ではなくなってきました。ぜひこのまま皆さんの協力で感染者を減らしていきたいと思います。そしてその後に控えているのがワクチン接種です。感染者が十分減ってきた段階でワクチンに入る。今度のファイザー社のワクチンというのは大変効果が高いことが期待されています。イスラエルでは打った方がですね、もう1週間2週間後から 0.01% しか感染してないという結果も出ています。ですから減らした数を減らしたままワクチン接種にずっと移行すればですね、だん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 感染者の数が減ってコロナが収束するということも夢ではなくなってきています。その時に大事なのは行政と医師会がタッグを組んでチームワークを組んで迅速に皆さんにワクチンが打てる体制を作るということが最も大事なんです。それができるのは今までずっと丸山市長の下で副市長としてやってきた池澤さんしかいないんです。ですからぜひですね、皆さんの健康を守る、これからコロナに打ち勝つためには新しい市長として池澤さんが出てくるということが最も大事なんです。ぜひですね、明日の投票日まで皆さん池澤さんにぜひよろしくお願いしたいと思います。西東京市医師会、そして東京都医師会も一緒になって皆さんのですね、健康、そしてコロナから皆さん方を守るために今後も頑張ってまいりますので、ぜひ池澤候補よろしくお願いします。